これは夢？いいえ、そうじゃない。千里眼とも違う。バルス、一体いつの間に部屋を抜け出したの？ところどころ聞き取れないけど、異世界召喚。意味はわからないけど、バルスには思い当たる節があるようね。もう少し見ていましょう。夢だとしても、別の世界でジタバタするバルスを見るのは一興ね。あら、道の向こうにいるあの小さな女の子、レムに似ているわ。別人でも、レムに似た子が奴隷扱いされるなんて虫唾が走るわね。バルス、さっさとなんとか。持ち合わせがない？こんな時まで無一文だなんて使えない。どこへ行っても無一文。いかにもバルスね。チンピラに絡まれるのも納得だわ。それにしても、さっきの銀髪の人は、まさか。銀髪の人はエミリア様ではなかったよね。よかった。バルスはともかく、エミリア様まで面倒に巻き込まれたら、ロズワール様がお困りになるもの。さあ、銀髪の人。あなたはバルスにどう出るの？バルスにしつけが必要なのは事実だけど、殺すのはやりすぎね、銀髪の人。しかも命を奪っておきながら人違いを匂わせるなんて、悪趣味な夢ね。レムに似た子が奴隷扱いされているなんて、許せないわ。でもこの夢、以前にも見たような気が。いいえ、きっと気のせいね。倒した悪党から金を巻き上げる。バルスらしい卑劣な真似ね。まあ手段はともかく、よくやったわ。これでレムに似た子を救い出せたことは褒めてあげる。あのレムに似た子は、随分とひどい環境で育ってきたようね。ラムが何とかしてあげたいけど。バルス、そばにいるあなたがその子をしっかり守りなさい。この町は、自警団が魔獣から住人を守っているのね。そしてリーダーは銀髪の女性。バルスが銀髪の美女に殺される夢を見た気がするけど、これも気のせいね。とりあえず、あの子と二人で暮らせる部屋を確保したようね。あの子、ふかしいもを美味しそうに食べているわ。ラムの得意料理よ。でも、団らんは長く続かなそうね。哀れ。悪党の巣窟でバルスは一巻の終わり、ね。夢とはいえ、気分のいい見せ物じゃないわ。でも、最後に現れた女性、あれはもしかして。レムと似た子が奴隷扱いされて、いくらなんでも、この夢どうかしているわ。一体、ラムに何を見せているの？本当口先の回ること。まんまと自警団の面接にこぎつけるなんてね。そこでさっさと稼いで、あのレムに似た子を助け出しなさい。
自警団の代表がエミリア様。まさかエミリア様まで巻き込まれて、それも3ヶ月前なんて、どういうことなの？バルスが言う、銀髪に灰青色の瞳の美人、どこかで見た気がするわ。確かバルスがひどい目に遭わされたような、どこだったかしら。この世界の住人は、銀髪のハーフエルフに対して恐れはないのね。エミリア様も皆に慕われているし、世界が違うと、こうも反応が変わるのね。エミリア様とバルス以外にも、召喚された人間がいる可能性ですって。まさかあの子、本当にレムなんじゃ。でも、それなら記憶はどうなっているの？エミリア様からもらったお金で、あの子を奴隷商から買い取れたみたいね。見れば見るほど、レムの小さい頃に似ているわ。自信なさげなところも。自分に価値がないだなんて。あの子、どれだけ自尊心を奪われて生きてきたのかしら。昔のレムを見ているようで心が痛むわ。いくら記憶を取り戻すためとはいえ、あの子とバルスが二人きりなんて危険だわ。大体、バルスに子供の世話なんてできるわけないでしょ。あの子、買い出しでラムやレムが身につけているカチューシャを選んだわね。じゃあ本当にレム？それと、赤髪の英雄の噂。これも気になるわ。バルスは戦闘に巻き込まないようあの子を一人で返したけれど、大丈夫かしら？そんなチンピラに構っていないで。早く家に戻って無事を確認なさい。あの子は無事だったよね。よかった。あとは本当にレムかどうかね。ラムとレムは鬼族だから、角を出さざるを得ない状況になれば手っ取り早いのだけれど。レムに似た幼い少女が、バルスにカチューシャを買ってもらっているわ。ん？この光景、さっき見た気がするわね。化け物を倒すために戦力を増強するのは基本ね。この町は襲撃が多すぎるもの。バルスが言っている銀髪の美女とやらが、どれだけ強いかは知らないけど。郊外に魔獣ですって。まさかそんなものまで。でも、エミリア様がどうして責任を感じていたのか、これでようやく分かったわね。ウルガルムは何とか追い払ったとして、バルスが戦力増強用に作った応募の張り紙をじっと見つめているあの赤髪の騎士は、まさか。もしそうだったら、すごい戦力になるわね。バルスが一人で家に戻ったところ、銀髪の美女に襲われたわ。この人、敵意をむき出しにしているけど。きっとバルスが何か失礼なことをしたんでしょうね。バルスの窮地に、牽制ラインハルト。
できすぎた話ね。あの張り紙に、あの世界の人間に読めない文字で細工するなんて。そういう悪知恵はさすがバルスだわ。あの銀髪の人、スノーホワイトは、この世界に異変をもたらす異物を排除するのが目的。その異物が、ウルガルムという可能性もあるのかしら。レムに似たあの子がいなくなったですって。バルス、早く探しに行きなさい。あの子に何かあったら、ラムが許さない。レムも見つかったことだし、あとはウルガルムね。エミリア様に、牽制ラインハルト、スノーホワイトもいるなら、もう恐れるものはないわ。バルス、やってしまいなさい。異変の元凶はウルガルムで間違いなかったよね。最後の、エミリア様とレムとの一幕は、いいわ、見逃してあげる。バルスにしては頑張ったし、所詮、これは夢だもの。でしょ？